はい、皆さんこんにちは、なおです。今回ですね、そろそろユニバースミッション2弾が開幕するので、こちらの、人造人間21号始動編開幕記念ボーナスキャンペーンということで、これについての、告知的なことをですね、やっていこうかなと思います。で、まず店頭配布と21日間連続ボーナスの、2つに、分けてキャンペーンが開催されるんですが、そちらでこの店頭配布カードでレッドキラーカードというものがもらえまして、これね、今まであんまりこのレッドキラーっていう表現見たことないので、新しいカードの加工なんですかね。はい、いやこれね、毎回その店頭配布って、新しいカードの加工を出してくれるんですごく楽しみなんで、これもね、ぜひとも入手していただきたいです。で、この21号が結構面白い性能をしてまして、まずアビリティが仕組まれた守り、自分が攻撃を受けたとき、チャージインパクトに勝利すると敵のパワーを永続でマイナス2000、さらにパーフェクト勝利すると敵のパワーを永続でマイナス4000毎回と、はい、攻撃してきた敵のパワーを最大で4000減らせるという効果で、この効果に関しては、敵が超ボスとかゴッドボスで、1人で3回ぐらい攻撃してくるところ、だったりするとすごく使いやすいんですよ。で、このアビリティ持ってて、さらにこの選ばれしファイターズという効果で、バトル開始に自分のガードが永続でプラス2000で、さらに同じアビリティ持ちが3人以上いると気力が全回復するという効果となって、最初からこのね、ガードが4000になるんですよね。で、気力も全回復した状態で、さらにはこのヒーロータイプということで、気力耐性がすごく高い、この仕組まれた守り持ちだったらすごく優秀なのかなという、気がします。さらにロックオンも持ってまして、ロックオンした敵を攻撃し、その敵のパートガードを、そのラウンド中マイナス1000、1回限りと、いうことなので、敵のステータスをダウンさせるのに優れてますね。はい、この2つのコンボで、で、必殺技が5個といった感じで結構打ちやすいのかなと。はい、全体的にその最初からここが4000になるっていう風に考えると、UR 並みのステータスにはなるのかなと、思います。なかなか面白い性能してるんじゃないですかね。で、こちらのカードの配布日が小学生以下限定が、5月の12日からで、年齢制限なしが5月13日からと。続いて21日間連続ボーナス配信で、はい、こちらですね、経験値2倍が5月12日から18日まで、このカレンダーをちょっとスクショしてもらうのが一番手っ取り早いですかね。この土曜から金曜までの、7日間が、経験値2倍で、これがヒーローズスタジアムだと、どっかに書いてあったと思うんですが、あれ書いてないですね。いや、経験値がね、2.5 倍になるんですよ。で、友情パワー2倍、はい、これ大事ですね、19から25と、はい、また、7日間にわたって開催で、さらに最後の、ギガアプリージョ確定、これが土曜日から金曜日まで、また、7日間にわたって開催されると、いった感じで、この21日間エリアに向けてアバター育成している方にとってはかなり嬉しい、ボーナスなんじゃないかなと思います。はい、特に、経験値ボーナスは頻繁に開催されるんですが、友情パワーボーナスは、経験値に比べると開催が少ないので、ここで一気にもう上がってない友情キャラクターはね、全部やる勢いでもやっちゃっていいのかなと。はい、ブーゼの辺と使えば 3.5 倍に、友情パワー上がるので、そこからさらに、アプリについている友情ボーナスが2倍でもあれば、5.5 倍とかすごい進みやすくなるんで、友情上げはかなりはかどるようにはなるのかなと思います。で、ユニバースミッション1弾が稼働した時に始まったこの新シリーズ稼働記念今すぐ始めようキャンペーンと、こちらのですね、多分これはもう皆さん受け取ったと思うんですが、このいきなりスーパーゴッドクラスアップ、これが3月の8から、ユニバースミッション1弾稼働期間中までなんで、そろそろ終わっちゃいますね。ユニバースミッション1弾稼働中は、スーパーシェンルンの願いでいきなり超ゴッドクラスアップができるようになるぞと。はい、1回ずつクラスアップさせなくても、1回のシェンルンの願いで、この、最初の状態から、今ある、スーパーゴッドクラスアップという、一番強い状態のアバターにワープすることができるんですが、こちらが、1弾稼働期間中までの間なんで、やろうと考えている方は、お早めにお願いします。ということで、来週からユニバースミッション2弾ですね、こちらの21日間連続ボーナス、これを利用して皆さんもですね、アバター育成等頑張ってください。それではご視聴ありがとうございました。